覇王。それはバーチャファイター4を極めし者へ与えられる称号。ゲームウェブ DVD 特別企画、覇王への道。はいどうも、ゲームウェブ DVD のルパンコチコです。僕がですね、今なんでここの、渋谷のハイテクセガの前にいるかというとですね、バーチャファイター4の、覇王のプレイを見たいという多くの意見がですね、編集部の方に来てます。んで、早速ちょっと覇王のプレイを見ちゃおうんじゃないかと思ってですね、やってきました。とかなんとか自信満々で語っちゃってますけど、ルパンに覇王の知り合いなんてそうそういるはずもなく、そこでバーチャファイターシリーズで伝説の人、新宿ジャッキーを呼び出し、覇王の称号を持つキャサオを紹介してもらうことに。あれかキャサオ、 VF ネット内全国1位の勝率を誇る腕前を持つ覇王。初代バーチャファイターから花月界のトッププレイヤーとしてその名を馳せる。早速覇王の試合を見学するルパン。しかしプレイに感心し、ただ見てるだけ。このままでは皆さんに覇王のプレイをお見せすることができなくなってしまう。はい、ですね、あのままだとずっとあそこでキャサオさんのプレイを見てしまって、大変なことになってしまうので、キャサオさんをですね、会社の方まで連れてきちゃいました。キャサオさんです。どうもこんにちは。で、キャサオさんにはですね、ちょっと内緒というか、かなり大ピラにやってたんですけど、DV テープの方でですね、キャサオさんのプレイの方をちょっと収録してきちゃいましたんで、それを見ながら、ちょっといろいろ覇王になるための秘訣なんかをですね、聞いてみようかと思います。いいですか？いいですよ。大丈夫かな。ということで、収録したテープから覇王キャサオ氏にベストバウトを3試合選んでもらい、鑑賞することに。まずは関東開港会戦艦のパイ7段だ。これなんか女性プレイヤーらしいじゃないですか。スリーの時から有名なポチョムキン、知ってます？ポチョムキン、戦艦ポチョムキンね。7段ってすごいな。東京で女性で7段ってなかなかいないですね。ではお手並み拝見。ファイト1レディーゴー。Fight four. Ready? Go!試合のポイントはこれ。キャサを水月砲から兜割りへと連携させ、相手を翻弄。ちょっとハメ臭い攻撃で。ハメなんだ。いや、ハメじゃないんだけれども。知らないと結構食らっちゃう。さて、続いての試合はザ・ゲリラの青い10段だ。日本の中でも、いろいろ100人組手とか言って全国行くと、青い、ゲリラの青いはどうなんすかみたいな感じで聞かれますけどね。そうなんだ。ちょっと答えるのに困るんだけどね。でも東京の中では間違いなく一番強い青いだよね。ではお手並み拝見。ファイト2レディーゴー。えっ、ドリャーシュッシュッシュッ。Ready, go! Ha! Hey! Oh! Yeah! Yeah! Got it!
では今の試合のポイント。ポイントはゲリラの葵が影の置き蹴りにうまく拝み蹴りを合わせたところ。これねゲリラと結構やってるんだけれどもね、普段からやるたびに結構やっぱお互いなんか新ネタを持ち合わせてるみたいな。なるほどなるほど、うん、さっきのびっくりネタを。そう、さっきのラウンドとか置き蹴りをさばかれるのは今日初めて食らったからね。さあ最後の試合は高原氏一族のベネッサ7番だ。高原氏って書いてありますけどね、うん3の時高原氏使ってた人みんなベネッサやってるんだよね。あーなるほどなるほど。ではお手並み拝見。ファイト1レディーゴー。フリャKO Fight 3 Ready Go この試合のポイントはこれ。軽量級にはコンボが決まりやすい。キャソーは後円楽から確実にダメージを奪う。結構軽いからベネッサはあのコンボがすごい入りやすいのね。あとは後円楽で投げた後やっぱ半分弱ワンパン中段蹴り、これはまあ最後殺すからあれだけど、はい、結構あっさり勝っちゃいました、うん、以上3試合終了。はい、というわけでキャサオさんのプレー見てきましたけど、やっぱ顔ってやっぱすごいね。僕らとどこが違うの？どこが違うんだろうね。ただね、やっぱりその顔になれる人となれない人、その顔になれる星の下に生まれてるかどうかっていうね、そこそのあたりがポイントなんじゃないかな。なるほどね。最後に覇王キャサオさんにですね、ちょっと覇王になるための心得なんかを3つほど聞きたいんですけど、じゃあまず覇王になるための心得その1。とにかくやれ。とにかくやれ、うん、何気にもうちょっとで10万円プレイヤーですからね。僕も金使ってんだ。使ってる使ってる。ちなみにそんなこと言わせるな、うん、はい、じゃあ次心得のですね2を。心得2は、はい、頭をもっと使って考えろと。それは僕らがあんまり、そういうわけ、まあそういうわけじゃないんだけど、こうね、ワンパターンになりがちにならずにみたいな。わかりました。じゃあその心得3。心得3は特に覇王になるんだったら、まあ対戦相手を選べと。それはあんまりいいことではないね。まあいいことじゃないね。うん。まあただこう連勝しなきゃいけないからね。うん。まあちょっとせこいけどね。うん。いやでも、うん、連勝しなきゃいけないから同じ大事なことですね。はい。じゃあまあためにはきっとなってます。ゲーム画面も見れた、ね、ことだし、それじゃあ最後にですね、プレイステーション2版のですねオープニング映像を、じゃっくりとパッと見て、お別れしたいと思います、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。笹尾さんでした。